誰だ言ったやつ。絶対お前じゃないじゃん。めっちゃ手上げてる。すげえ嘘つくよ。楽しんでますか。あれなんかな、 SNS とかやらないとああいうコールが起きるのかな。お今後一切やめてください。真剣に。あいつら言ってもわからないやつだから。おる久しぶりですね、滋賀。俺マジで前来たのいつかは覚えてないぐらいなんだけど、その時来たっていう人います？マジで誰と来た？俺らやっぱそうだよ、やっぱそうだ。すごいこのツアー本当にもうほんと10年近くの久しぶりっていうところが多くて、さすがになんとなくしか覚えてなくて検索するんだけど、滋賀マジで出てこなくて、もう本当にありとあらゆる、しかもヘイとか OAT とかいたの覚えてたから、もうワードにどんどん追加してったんだけど出てこなくて、もう気づいたらヘイのなんかツアー T シャツとかに行き着いて、それもくまなく見てたんだけど違いしたなって。でもすごいこんなとこだったっけなってぐらい暑いです。最高です、ありがとうございます。ちょっと失礼かもしれないんですけど、チケットとか発売するってなって、出た時にこうやって日程がこうやって来るじゃん。で日程見てて、いろんな土地を見てると、すごいこんなところにコールダインのファンがいるんだっていうなんかすごくて、本当に北海道で言ったら帯広とか、いやマジ帯広だよ。ユニクロ1個とかだったからね。マジでなんか、でも滋賀も俺昨日電気屋行こうとしたら駅の近くにマジでなくて、なんか多分家でやってるやつあるじゃん、わかる？多分おばあちゃんとかが呼んだら来るみたいな、懐かしいと思って。で、そうなんかよくわかんないけど、でもすごい思い出はでもいっぱいあるんですよ。B フラット、B フラットよく言ってて、ドラムの上に幽霊がいるっていうカラオケ屋さんみたいな、もともとカラオケ屋さんなのかな。でライブハウスにめっちゃ行ってて、なんかすげえ覚えてるのは B フラットでライブした後にウーバーのライブ見に行ったりしてます。ウーバーワールドって名前に変わった時に対バンしてて、名古屋でまだサウンドゴクロードっていうバンドやってて、はい、そういう、だって滋賀だよね、ウーバーが滋賀だよね。そうだからすごいまたいつかウーバーとも対バンしたいなって思います。あったら言っといてください。なかなか会わないんで俺らも、たまに会うけど、俺からは言えないんで、滋賀の人が言ったらなんかなんとかなりそうな気がするから、あったら言っといてください、お願いします。来たからにはもう本当に新旧織り交ぜて満遍なく全力のコールデン見して、あなたたち全員ぶっ倒して帰ろうと思うんで、最後までよろしくお願いします。セカンドアルバムから1曲やってもいいですか。Next song is called Confession.